こんにちは。3月30日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。ここスタジオがあります東京証券取引所、この周辺日本橋兜町あたりにも色とりどりのいろんな種類の桜が開花してきました。私たちのお財布の中身を見てみますと、100円玉硬貨にも桜が描かれていたり、紙幣千円札にも富士山と桜が描かれていますけれども、この財布の中でもたくさんの桜が開花してほしいなという願いも込めまして、今日も投資のヒントを探っていきたいと思います。まずはこちらのコーナーからです。昨晩の海外市場の動向を確認しましょう。 IG グローバルマーケットアップデートです。はじめにアメリカの株式市場からです。 S&P500 指数は原油価格の上昇を背景に終始堅調に推移しました。しかしトランプ政策に対する不透明感は根強く、上昇幅は限定的でした。アメリカの債券市場でもトランプ政策への不透明感が意識されて、10年債利回りは低下しました。またイギリスの EU 離脱通知も金利の押し下げ要因となりました。最後に国際商品市況ですが、ニューヨーク原油先物は続伸しました。この日発表された統計でアメリカのガソリン在庫が大幅に減少していることが確認されたことが好感されました。一方でニューヨーク金先物はアメリカドルの買い戻しが嫌気されて続落しました。続いてはこちらのコーナーです。最新の市場分析をお届けします。 IG マーケットアウトルックのコーナーです。解説は IG 証券のシニア FX ストラテジスト石川純一さんです。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、今日のテーマはアメリカの指標データにらみの市場とありますね。そうですね、今マーケットの話題はやはりアメリカの政治、特にトランプ政権が本当にこれまで提唱してきたですね、経済政策を制定しかつ実行できるのかといったところに、注目が集まっているんですけれど、ただ政治に関してはやっぱりこれ中長期的な視点でやっぱり考える必要があると、一方ですね、じゃあ短期的に何が注目されるかというと、それはアメリカの指標データということになると思われます。そうですね。で、その点をですね、ちょっと具体的になぜそうなのかといったところをですね、今日は見ていきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。まずは最初のスライドでですね、こちらアメリカ市場の動向を確認していきましょうか。はい。で、タイトルが揺らぐトランプ政策の期待ということなんですが、こちらですね、いつも通り年初来の騰落率をですね、持ってきました。で、青のラインが S&P500、 要はアメリカの株式市場ですね。で、赤のラインがアメリカの10年債利回り、そして緑のラインがアメリカのドル相場、ドルインデックスということで、おなじみの3、指標を持ってきましたと。で、こちら横のラインが 0% ライン、上回ればプラスのパフォーマンス、下回ればマイナスのパフォーマンスなんですが、トランプラリーの優等生、要は S&P500 株式ですよね、恒常的にプラス圏を維持してはいるんですけれど、どうもですね、2月の下旬以降ですね、その雲行きが怪しくなって上値が重くなってきた、で FOMC がありましたけれど、その後もですね、展開は変わらずといった形になっておりまして、株式市場でもどうやらですね、上値が重くなってきていることが伺えますよと。一方ですね、この赤と緑のラインを見ていきますと、赤のライン、金利に関してはですね、年初来からも上下に触れている、これはですね、この番組で何度も指摘させていただきましたが、 FOMC 後ですね、再びグッと低下していることを考えるならば、やはりこの点はですね、トランプ政策に対するですね、期待、こういったものが再び揺らぎ始めていると、要は後退しているといったことが伺いますと。で、それに伴ってアメリカドルなんですけれど、恒常的にこの 0% ラインを下回る状況になっていますということなんですが、 FOMC 後また若干低下傾向が強まっているということも考えるならば、金利に連動してアメリカドルの買い圧力というのも後退している結果、ドル売りになってしまったがために、ドル円100等円をトライする、ムードが一時期的に強まったといった経緯があるんですが、ただですね、金利は確かに不安定なんですが、じゃあこの青のラインの株式がガクッと下落したりとか、ドル相場がガクッと下落するようなムードはまだ感じられない、政治リスクは意識されているんだけれど、こういった青と緑のラインに関してはですね、滑らかなですね、状況がついているといった点はやはりですね、なぜなのか、なぜでしょうということを考えると、やっぱりそれはですね、タイトルに先ほどありましたアメリカの指標データということになるんですね。で、こちらまずですね、アメリカの指標データなんですが、重要な労働市場動向から見ていきましょう。好調なんですよね。そうなんですよね。で、これ去年からですね、直近のですね、2月のまでの持ってきたんですけれど、これ見てみると、恒常的にプラス圏は維持はしてますと、雇用者数増加、で問題はですね、この赤のラインの失業率なんですけれど、これ恒常的にですね、
この 5% のラインを下回ってるんですよね、はい、あの2月の申し訳ございません16年のですね、16年の初めからですね、はい、でこれっていうのは基本的にあの労働市場の改善傾向がずっと進んでいるがためにですね、うん、やっぱりあのなんていうんでしょう、こう労働市場の改善傾向が進んでいる結果、うん、その所得も増えている、うん、で所得が増えれば当然消費も増えるということで、うん、そういった連想ゲームからですね、うん、アメリカのやっぱり経済は好調なんじゃないかというふうに見ることができると、うん、いうことができますよと、うんうん、じゃあ実際ですね、そのアメリカの労働者を雇用するあのアメリカの企業、特に製造業ですね、まあどのような形になっているのか、はい、まあ、その活動をですね、ちょっとグラフ化してみましたので見ていきましょうか。はい、うん、こちら回復基調であるアメリカの製造業ということなんですが、うんうんうん、こちらはですね ISM 製造業指数といった同じの指数を持ってきました、うん、でこの指数を見るので重要なのはこの高不況の分岐点である50ポイント上回ってるのか下回ってるのか、まあ、この点が非常に重要なポイントであるということなんですが、はい、こちらも先ほどのですね雇用統計と同じくですね、はい、こちら2016年以降の、データを持ってきました、はい、で2016年の夏ぐらいまではですね、まあ、50を下回る状況というのは見られたんですが、ただ昨年の夏以降ですね、もう右肩上がりの上昇基調続いていますね。そうですね、実は続いてるんですよね、うん、はいはい、まあ、ドル高リスクだなんだかんだって言いながらも、結局アメリカの企業特に製造業自体のですね活動というのはどんどんですね昨年の夏以降から活発化していくことが伺えますよと、うん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 、でそうなってくるとやはりですね、今後もですねアメリカのトランプ政権、まあ、どうなるか分かりませんけれど、うん、トランプ政権が政策をどんどん実行していく姿勢を示すならば、うん、当然その期待も相まって、うん、でかつその効果も相まってこういった状況が続く可能性が高い、もしくはそれに対する期待も強まりやすい市場、うん、そうなってくるとやはりですねなかなかこう政治リスクがある、うん、だからリスク回避だというふうに言うこともできないと、だからこそ今は政治リスクが生まれる、まあ、相場の圧迫要因になっているんですけれど、でもその総裁要因となっているのがこういったアメリカの経済のファンダメンタルズ、まあ、具体的な経済指標の数値ということなんですよね。なんかこういうふうにね、はい、データがいいと、はい、まあ、雇用、はい、それから企業の製造業の、上昇基調続いているってね、はい、そうですね、そんな大胆な政策もいらないぐらいいいんじゃないかって思っちゃいますけど、やっぱここは期待感が支えられてるってことですか。そうですね、やはりあの、うん、そうですね、やはり経済というのは常に生き物ですから変わりますと、うん、やっぱり常に何かをこう手こ入れしていかないと、うん、まあ、何かショックがあった時にこの緑の何かガクッと下落する可能性もあると、そうならないためにやはり土台をちゃんとしっかり整えておかなければいけない、うん、なるほど、でそれがやはりあのインフラ投資であったりとか、うん、あと減税政策であったりとか、まあ、そういったあの諸々の政策なんですよね、うん、だからこそ市場はこういった状況プラストランプ大統領はこういった状況をさらに加速させるだろうという期待から株高、まあ、金利高、そしてドル高といったことが続いてきたんですけれ けど今になってきてちょっと不透明感が強まっている、どうなんだろうというところと、はい、ただデータは好調なん で, そ, で、ね、そのまあ板挟み状態にあるのが現状ということですね。まさにその通りです、ね、まさにあの、まあ、上値の圧迫要因としては政治リスクなんですけど、下値のサポート要因としてはこの経済のファンダメンタルズ、うん、まさにもう板挟みの状況になっているといったのは現在の状況なんですが、まあ、先ほど冒頭でもあの申し上げました通り政治リスクに関してはこれはもう今後の転換も見守るしかないので、うん、とするとやっぱり短期的に、トレンドを形成する材料は何かというと、うん、やはりそれはアメリカの経済指標であると、指標になると、うん、で来週以降ですね、まあ、ISM の製造業指数も発表する最新のデータですね、であとは雇用統計も、7日にあの控えておりますので、うん、まあ、4月7日に控えておりますので、こういった指標データが総じて いい結果となるならば、やっぱりアメリカの政治リスクを相殺する要因となって、結果それが相場をサポートするように、うん、まあ、相場というのはアメリカの株式市場であったり、うん、ドル相場であったりと、うん、こういったところをサポートする要因になる可能性が高いというふうに考えることができますよね、はい、その指標を、はい、まあ、これから注目していくわけですけれども、はい、じゃあ具体的にドル円どうなっていくんでしょうか。はい、はい、そうですね、まずあの良好な指標データが続いた場合といったことを仮定した場合ですね、はい、やはり上値トライという展開になる可能性が高いと思いますが、はい、じゃその場合のポイントとしてですね、見ておくべきはやはりですね、まあ、3月の高安の半値戻し112円80レベルですね、まあ、目先は112円の回復なんですけれど、それを達成した場合はテクニカル的にこの112円の80、まあ、3月のですねちょうど半分の水準ですね、3月高安の
半分の水準のところを、まあ、トライするかどうか突破できるかどうか注目されますと、はい、で今日現在ですとこの21日移動平均線がちょうどこのですね110人80、要はこの高安の半値戻しの水準にですね、はい、クロスしかかっておりますので、やっぱりそういったですね、こういった21日移動平均線とフィボナッチのこういった展開を見てみても、やっぱり112円のこの80、まあ、後半 前後というのはですね、まあ、今週から来週にかけて、まあ、非常に重要なテクニカルポイントになってくるのかなと思いますが、やっぱりそのような展開となっても、まあ、政治リスクがどうしても解決できない限りは上値は限定的であるということで、まずは戻っても、まあ、ここら辺の水準まで戻せばいいかなというところをちょっと今週から来週にかけては見ていきたいかなというふうに見ております、ね、おあれそうすると、はい、今度指標が冴えないってなった場合には、はいね、ここ相殺要因にもならずそうですよ、ね、さらに、下値を探る展開になってくる可能性もある、出てきますよね、うんうん、でもう政治リスクはどうしてももうこれはもう短期的には解決できない問題であることはもうおそらく市場関係者もそしてまあ投資家の皆さんも思っていると思うんですよね、うんはい、で今短期的にはですねでもその操作要因として、旅行の指標データがあるけれど その操作要因がなくなってしまったら当然政治リスクだけが意識されますので当然ドル円としても、うん、下値トライを、警戒せざるを得ない、そこも考えておきたいですけど当然考えるべきですよ ね、 どのぐらい実際は、はいはい、そうですね、まず心理的な節目のまあ100等円ですよね、はい、まあ直近は100等円の11レベルで止められておりますけれど、はい、まあ、具体的には100等円ここを維持できるかどうかなんですが、はい、ただテクニカル的にはですねやはりちょっと違うポイントがありまして、はい、それはですね同じくドル円のチャートポイント今回週足を持ってきたんですが、まあ、トランプラリー今度はの高安のちょうど半値戻しは109円の93レベル、はい、まあ、平たく言えば90ですよね、はい、ぐらいに位置しているということなんですね、うんうんうん、で現在の状況を見てみると118円台で上値が抑えられた後ずっと調整相場が続いて緩やかな下落基調をたどっている、うん、でこちらの矢印を示したようにですねこの109円93レベルはですね今トライしかかっているんですよねということを考えならば確かに心理的節目100等円、まあ、ここにはドル買いオーダーも今観測されておりますので、うんうん、まあ、重要なサポートポイントがあるんですけれど、テクニカル的に見たらですねやはり先週も指摘した、ことなんですがこのトランプラリーの半値戻しの水準この点線ですね、ここを維持できるかどうかは非常に重要なポイントであなってくると、でこのケースの場合ですと、今お話ししたのはアメリカ指標データが悪かった場合なんですけれど、じゃあ逆にアメリカの指標データが良かった場合ここをトライしないのかと問われると実はそうでもないんですよね、やっぱりまあ来週とかまたヘルスケア法案、まあ、京都の会員でですねまた議論するといった報道もなされておりますので、やっぱりそういったの議論の進展によってはですねまた政治リスクが高まることによってむしろ良好な指標データの内容をかき消す可能性もあるわけなんですよ、それぐらいやっぱり今年っていうのはトランプ政策がリスク先行にもリスク回避の要因にもなりやすいといった重要な、ファクターでありますので、まあ、そこをやはり軸にして考えなければいけない、で結果ですね指標データというのは短期的なそういったリスク回避要因の相殺要因として捉えておかなければいけないといったことでありますので、やはりメインはアメリカの政治動向で、目先はですねそのヘルスケア法案、まあ、ここをですね何とか突破できるかどうか、でその後実際に、アメリカ、のですね経済政策をですね、まあ、軸となるですね、まあ、減税政策、はい、インフラ投資、あとは規制緩和ですね、はい、こういったものを着実に実行していくかどうかというところを見極めるフェーズでシフトしていくと思われますが、まあ、それはまだ先の話ですので、とりあえずはここの攻防で、ここの攻防になるためにはアメリカの指標データが一つ鍵を握る、で良好になったとしてもアメリカの政治リスクがさらに強まるならばその旅行の指標データの影響をかき消して下に取られてもらったらおかしくはない状況になっているということをこのチャートを示しているといったところはちゃんと頭の片隅に置いておくべきかなと思います、ね、はい、先ほどもおっしゃいましたが、今週と来週にかけての指標、注目すべきの指標は、はい、ISM の製造業指数ですね、であとはアメリカの雇用統計、雇用統計が何なのか、あと今週はですねPCE とかですねインフレ、はい、関連指標も発表されますので、うん、まあ、そういったデータももちろん注視しておくべきかと思いますが、実際市場が敏感に反応するとしたらですね、まあ、このまず製造業、まあ、先ほどお見せしましたけれど、うん、ISM の製造業指数ですね、うん、であとはアメリカの雇用統計で、まあ、雇用者数もそうなんですけれど、むしろ賃金ですよね、ここが上がってるかどうか、なるほど、でこれは日本にとっても課題となっているんですけど、雇用者数が増えても賃金が上がらなければ、やっぱりなかなかこう人って消費できないですよね、なるほど、そうですね、でそうなってくると雇用、統計で注目するべきはやっぱり賃金の動向に、注目せざるを得ないと。ちなみに前回はですね、前年比で 2.8% 増ということで、まあ、かなり顕著な伸びを見せましたので、これを維持できるかどうかが、まあ、注目されます。
なるほど、はい、分かりました、はい。まあ、政治、トランプ大統領もそうですけど、はい、イギリスブレグジットは始まりましたね、手続きが、ね、これは割と限定的でしたか、その影響というか今後、まあ、今後ですよね、うんうん、特にスコットランドがどう出るかといったところがまあ注目はされますよね、うん、なんか例えばですけど、はい、リスク回避で円買いにつながったりとかそういうことも可能性はありますよね。例えばそれがフランス大統領選挙と、うん、あの運悪くそのスコットランドの政治情勢が混乱期を迎えるみたいなことになれば、うん、やっぱりこれがですねリスク回避的な圧力、例えば欧州株式市場が震源地となってリスク回避圧力が強まって円買い圧力を強めるといったシナリオももちろん考えられますので、うんまあ、欧州の政治動向もまあ要注意かなというふうに考えております。はい、分かりました。盛りだくさんでございました。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは3月最終週の IG 証券ランチエクスプレス、今週はこの辺でお別れとなります。また来週お目にかかります。失礼いたします。